いや、久しぶり。今日は報告に来た。身の振り方を決めたんでね。犯罪係数140までいったよ。もう回復の見込みはない。だが隔離施設で腐ってるのも性に合わなくてね。結局古巣に戻ることにした。違う道を進めとあんたは言ったが、ご期待には添えなかったわけだ。どこまでも親不幸な息子だよ。でもな、不思議と後悔はしてないんだ。デカなんてろくなもんじゃない。それでも誰かが引き受けなきゃならない仕事だ。そうだろ、親父。手間をかけさせてすまない。いえ、執行官の外出に同伴するのは含み規定ですから。ところで、つまんないこと聞いてもいいですか？なんだ？メガネ、伊達だったんですか？自分の顔が嫌いでね。特に目元が。だがもう、どうでもよくなったんだ、今は。奇遇だな。あなたもお墓参りに。親父の七回忌でね。刑事の息子が今は外務省にってどんな感じなんですか？親父の気持ちが分かったよ。あの人も刑事であり続けるため執行官になった。目的と立場、どちらのためでしょう？目的さ。立場を守るために行動する人間にろくな奴はいない。昔の俺だ。君も目的を見失うなよ。大丈夫です。最初に会った時よりいい顔だ。